識が見つかるのではないかと考えたのです。宇宙には全体に共通する雄大で美しいパターンがあるとアインシュタインは信じていました。なぜアインシュタインが統一理論を求めていたかというと、それは神の心を知りたいと真剣に願う物理学者の一人だったからです。つまり全体像が知りたかったのです。今日宇宙の統一理論として最も有力なのはひも理論と言われています。宇宙の誕生から銀河の壮大な渦巻きに至るまでをただ一つの方程式で説明することは果たして可能なのでしょうか。ニュートンは重力理論で天と地を統一しました。マックスウェルは電気と磁気を統一しました。そしてアインシュタインは自分の新しい重力理論を電磁気力と統合させれば宇宙のすべてを包み込む統一理論への道が開けると信じていました。アインシュタインにはそう考える根拠がありました。重力の伝わる速度が光の速度と同じとされている物理的事実です。重力と電磁気力の間に何らかの調和が存在する可能性があります。ところが重力と電磁気力を統合させようと研究を始めると力の差が大きすぎてどうしてもバランスが取れないのです。どういうことかお見せしましょう。重力は強い力だと思ってますよね。まあとにかく私が今ここに立っていられるのも重力があるからです。ところが実際には電磁気力と比べると重力はものすごく弱いんです。それを証明するために簡単な実験をしてみましょう。ここから飛び降りてみます。私の言った意味がわかりますよ。いや、もちろん冗談です。しかし、もし本当に飛び降りたとしても、私の体が歩道を突き破って、地球の中心へ突進していくことはありません。これは電磁気力のおかげです。人間も歩道も、目に見えるものはすべて原子と呼ばれる小さな粒子でできています。そして、原子の外側はマイナスの電荷を帯びています。私の体の原子が歩道の原子と衝突すると電気が互いに反発します。歩道の小さな石ころでも地球の重力に抵抗して私が地面の中へ落ち込むのを防ぐ力を持っています。重力は私たちを地面に引きつけ太陽に地球を引き寄せているんですから強い力だと思ってしまいますよね。でもそれは莫大な物質の集合体に作用しているからに他なりません。原子1個のレベルでは重力は信じられないほど力が弱いのです。強さの異なる2つの力を統一するのは非常に難しいことに思いました。さらに悪いことに、同じ頃、物理学の世界に大きな変化が起こりました。アインシュタインは、かつてあれほどの偉業を成し遂げた人物です。当然のように、それからも物理学の論争に加わり、新しい発見をしていくものと誰もが思っていました。でも、できませんでした。登場したのは全く新しい物理学の理論でした。アインシュタインが自由に使えた道具はもはや使えなくなり、統一理論への夢も打ち砕かれてしまったのです。
weren't applicable anymore.